ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、最近頭使ってないわ。ねえ魔理沙、何か頭を使うような面白い話はないのかしら？そうだなぁ、思考実験とかはどうだ？いろいろと考えさせられるし面白いと思うぞ。面白そうね。ぜひ教えてほしいわ。それじゃあ今日は、眠れなくなるゾッとする思考実験5選を紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。1、緊急避難の思考実験、カルネアデスの板。一つ目に紹介するのは、カルネアデスの板だぜ。これは古代ギリシャの哲学者、カルネアデスが出したとされる倫理問題で、極限状況における自他の生存選択を説いているとされているんだぜ。ふむふむ。それで具体的にどんな問題なのかしら？カルネアデスが出した問題の内容はこうだ。ある日、一隻の船が難破してしまい、乗組員全員が海に投げ出されてしまった。絶体絶命のピンチだったが、乗組員である一人の男性がもがいていると、そこに一枚の船板が流れてきたため、男性は急いでその船板にしがみついたんだぜ。ほうほう。しかし、これでなんとか助かったと思った矢先、同じく海に投げ出された乗組員の一人が、男性が捕まっている船板にすがろうとしてきたんだ。できれば一緒に捕まって救助を待ちたいところだが、船板のサイズ的に二人が捕まってしまうと沈んでしまうと考えた男性は、後から来たものを突き飛ばしてしまった。その後、突き飛ばした男性は殺人の罪で訴えられてしまい、結局、やむを得ない行動だったとして罪に問われることはなかったんだが、果たしてこの男性は本当に無罪なのか？それとも有罪なのか？あなたはどう考える？という内容だぜ。なかなか難しいわね。極限状況下での出来事だから仕方ないかもしれないけど、亡くなった遺族からしたら、突き飛ばした男性は完全なる悪になるわよね。私の頭では白黒つけられないわ。ちなみにマリサはこの問題についてどう思うの？正直、私も白黒つけれないぜ。しかし、このカルネアデスの板の問題は、現代の日本の刑法37条1項の緊急避難の例として用いられることが多い思考実験のため、この緊急避難に当てはめて考えると、日本の刑法的には答えが導き出せるみたいだぞ。緊急避難って何かしら？緊急避難とは簡単に言うと、自身の命が危険な場合、一定の条件下においては、それを避けるためにやむを得ず物を破壊したり、他者を犠牲にしたりしても許されるという法律だぜ。なるほどなるほど。それでその緊急避難に当てはまる条件って、一体どんなものがあるのかしら？緊急避難に当てはまる行為かどうかは主に、1、行為時点で危険が生じていること。2、危険を回避するための行為であること。3、やむを得ない行為であること。4、相手に加える害が、避けようとした害以上でないこと。の4つの点が重要視されるみたいだぞ。ほうほう。この4点を考慮した結果、緊急避難と判断されれば無罪となるのね。それで？この緊急避難に当てはめると、カルネアデスの板の問題はどうなるの？詳しく教えてもらえるかしら？了解だぜ。それではカルネアデスの板の問題を、この4点に一つ一つ当てはめて考えてみようと思う。まず、1。行為時点で危険が生じていることだが、男性は海に投げ出されて溺れてしまいそうな状況だったため該当する。次に2。危険を回避するための行為であることは、突き飛ばさないと船板が沈み、溺れて亡くなってしまう可能性があったため該当する。ふむふむ。3。やむを得ない行為であることについても、男性が自分の命を守るために、やむを得ずに突き飛ばしたと考えられるため該当する。これで3つ当てはまったわね。それで？最後の4つ目はどうなのかしら？最後の4。相手に加える害が、避けようとした害以上でないことに関しても、相手を船板から突き落として溺死させたことは、男性の生命を保護するためにはやむを得ないことであり、人の生命には優劣がないという前提のもと、害の均衡は保たれるため、この条件にも該当する。ということは、結果、このような事例が日本で刑事事件として扱われた場合は緊急避難が適用され、突き落とした男性は罪に問われることはないと考えられるな。これは亡くなった乗組員の遺族からしたら、残念な結果になるわよね。まあ、そうなるだろうな。しかし、緊急避難に該当するからといって、すべての罪が問われないとは言い切れないんだぜ。どういうことかしら？なぜなら乗組員の遺族からしたら、男性が大切な家族を奪ったのに変わりはないからな。緊急避難に該当するからというだけで、男性が完全に無罪とは言えないと思うぜ。確かに、遺族側からしたら納得できないわよね。ああ、だから実際の緊急避難の裁判では、当時の状況や倫理観が加味された上で、慎重に判決が下されることになるんだ。例えば男性が成人した大人で、突
吹き飛ばされた乗組員が子供だった場合、男性が 100% 無罪だと言い切れると思うか？普通に考えると、その場合だったら言い切れないわね。他にも女性やお年寄りだった場合など、いろいろな組み合わせがあると思うが、その時々の組み合わせ次第では、たとえ緊急避難に該当していたとしても、100% 無罪だとは言い切れず、一定の罪に問われる可能性があるんだぜ。確かに、そうなると裁判の結果も変わってきそうね。それと気になったんだけど、男性が警察や自衛隊などの場合はどうなるのかしら？警察や自衛隊などの国民の命を守る職業については、職業倫理上、自身の命を示唆に突き飛ばす行為は容認されにくいため、一定の罪には問われると思うぜ。国民の命を守る職業が自分の命を優先し、他者を死に追いやるなんてダメよね。まあ、警察官なら警察官の、自衛隊なら自衛隊の責務をしっかり果たさないといけないってことだな。こうやって聞いてみると、その時の状況によって変わるから面白いわね。ところで、他の考え方とかってあったりするのかしら？他にも男性が乗務員を突き飛ばしたということに着目して考えることで、いろいろなことが見えてくると思うぜ。いろいろなことが見えてくる？ああ、この点に着目して考えることで、最悪、男性は無罪じゃなくなるかもしれないんだぜ。そうか、わかったわ。自身の命を守るためにやむを得ずしたのではなく、最初から相手を恨んでいて、どさくさに紛れて突き落とした、というのも考えられるものね。その通りだぜ。このように倫理的視点で考えてみると、たとえ緊急避難に該当した場合でも 100% 無罪であるとは言い切れないため、一定の罪には問われると思うぞ。2、命の本質について考える、ボールワイスの思考実験。二つ目に紹介するのは、ボールワイスの思考実験だ。ボールワイスって人の名前かしら？ああ、そうだぜ。ボールワイスはオーストリア生まれのアメリカ人生物学者で、1961年には生命の本質を考えるということで、ボールワイスの思考実験を提示しているんだぞ。ほうほう。それでその、ボールワイスの思考実験ってどういうものなのかしら？ひよこを試験管に入れて完全にすりつぶすと液体になるが、一体何が失われるのか？という思考実験だぜ。は？これってかなり衝撃的な思考実験ね。ボールワイスの意図が気になるわ。まあ、あくまでも思考実験だからな。実際に行ったわけではないと思うぞ。それならいいけどね。だけど、想像しただけでも恐ろしすぎるわ。それで？この思考実験の答えは何なのかしら？この実験でのボールワイスの回答は、粉砕前後では物質的には変わりはないが、何かが失われている気がする。物質的にひよこと液体は同じだが、ひよこは生物としての機能がなくなっているため、ひよこは生物学的組織と生物学的機能が失われたと言えるだろう。と回答しているんだぜ。まあ、要するにひよこの命がなくなったということだな。もっと興味深い回答を期待してたけど、ひよこの命がなくなったって、当たり前の回答すぎてびっくりだわ。ところで、この思考実験は、ボールワイスの回答が正解なのかしら？正解といえば正解だ。しかし、この思考実験の答えは一つではなく、複数存在するんだぜ。なるほどね。思考実験だからいろいろなことが考えられるものね。例えばひよことしての形、労力、潰した人の道徳心という回答があるようだが、霊夢はこの思考実験で何が失われたと思う？そうねえ、私は潰した人の理性かな。たとえ思考実験だったとしても、可愛いひよこを粉砕するなんて考えたらダメだと思うわよ。こんなことをしてしまったら、人間としての理性はもちろん、感情がないロボット人間になってしまうと私は思うわ。確かにこの思考実験は、霊夢のような批判的な意見を言う人は多いと思う。しかし、いろいろな回答や考察が考えられるため、思考実験的には非常にいい内容だと私は思うぞ。また、この実験にはいろいろなパターンが考えられるため、かなり深いことを考察できるんだぜ。いろいろなパターン。例えばひよこを人間に置き換えて考えるとどうだろうか？水やタンパク質等の人間を構成する物質が全て揃っていたとしても、粉砕後は人間だったとは言えるが、人間であるとは言えない。これは人間には確かに生命というものがあって、物質では言い表せない何かが必ずあるということになるんだ。なるほどねー。それにしても、ひよこで想像するだけでもかなり心理的負荷があったのに、それを人間に置き換えちゃうと、同じ生命ではあるけど、ひよこと人間とでは粉砕された際の喪失感や、心理的負荷は全く違うよな。それじゃあ、この粉砕される対象が植物や果物だったらどうだろうか？霊夢はひよこや人間と同じぐらいの喪失感や、心理的負荷は感じると思うか？それは全く感じないわね。だって植物とか果物には生命なんてないでしょ？
それは違うぞ霊夢。植物や果物だって生命というものが確かに存在しているんだ。なぜなら、植物や果物などは、私たちと同じように生命活動をしっかり行っているからな。確かに光合成をしてるし、生命活動だと言えるわね。そうだぜ。そのため、この思考実験は、生命の本質や生物の命の定義について考えさせられるなど、非常に興味深いものとなっているんだぜ。確かに本当に色々な考えがあったり、考えさせられる実験だと思うわ。3. 自分自身とは何かを問う思考実験、パーフィットの分離脳。3つ目に紹介するのは、パーフィットの分離脳だぜ。分離脳ってことは、脳を分離させるってことよね？ああ、そうだぜ。この思考実験はイギリスの哲学者であるデレク・パーフィットによって提唱されたもので、クローンを題材にした問題なんだ。それは興味深いわね。それで、どのような内容なのかしら？例えばテクノロジーの発展によって、完全な脳移植とクローン技術が世界的に確立し、あなたの脳を取り出して、2つに分け、2体のクローンにそれぞれ移植したとしよう。移植は見事成功し、2体のクローンが目覚めると、2体ともあなたの記憶を持っており、あなたであるかのような言動を取ったり、どちらもあなた自身であると主張している。さて、どちらが本当のあなたなのか？両方とも本物のあなたなのか？それとも脳を分断して移植した時点で、あなたという存在は消えたのだろうか？というのが思考実験の内容だぜ。自分の記憶を持っているから、両方とも自分じゃないのかしら？でも、自分がこの世に二人いるのは変だし、どちらかが偽物の可能性もあるわよね。全くわからないわ。ちなみに、元の体から脳をクローンにそれぞれ移植したわけだから、オリジナルの自分はすでに亡くなっている、とも考えられるんだぜ。そう考えると、2体のクローンは新たに作り出されたもので、オリジナルの体ではないし、自分が亡くなった体験をクローンは一切体験してないから、どちらとも本当の自分ではないとも言えそうね。クローンは自分自身がクローンということも知っているだろうし、そのように考えることもできるな。だけど、体験したという記憶をクローンが持っていると考えるなら、また違う結論に至りそうね。ああ、頭が少しこんがらがってきたわよ。考える視点を変えるだけでも色々な考え方が出てくるし、どの答えを選択しても完全に納得できる人は少ないだろう。しかし、この思考実験においては、還元主義と非還元主義の立場から考えることで、納得のいく答えを導き出すことができるかもしれないんだぜ。それは気になるわね。ぜひ教えて。まず、ここでの還元主義とは、心的な存在は全て物質に落とし込んで考えるという立場の人を指しており、彼らは人格は脳や遺伝子などの物理的な要素として考えているんだぜ。ほうほう。それでその還元主義でこの思考実験を考えるとどうなるのかしら？還元主義の立場から考えると、人の細胞や考え方は時間とともに変化するため、常に同じ人格の人間というのはありえないんだ。なるほどね。極論を言うと今の自分と1秒後の自分は違うってことね。ああ、そうだぜ。そのため、この問い自体が無意味であり、強いて言うならば、オリジナルと2体のクローンの人格が同じなら、2体のクローンは自分であると言えるだろうな。記憶や言動、人格が同じなら、たとえクローンだったとしても、自分であると言えるってことね。続いて非還元主義とは、心は物質だけじゃなく、あらゆる要素によって形成されているという立場の人を指すんだ。そのため、非還元主義の立場で考えると、それぞれ物質を超えた何かで区別されるが、2体のクローンの人格はオリジナルと心的な連続性を持っているってことになるんだぜ。つまりどういうことかしら？つまり、オリジナルの人格であるとは断定できないが、オリジナルと2体のクローンは、心的な連続性があると言えるってことだな。ということは、2体のクローンは自分であるとは言い切れないけど、人格的には全くの別人とは言えないってことよね？まあ、そういうことだな。納得のいく答えが聞けると思って期待したけど、個人的には全然納得のいかない答えだったわ。どちらの考えも結論付けてないし、そう思うのも仕方ないかもしれないぜ。だけど、なかなか面白い考え方だっただろ？確かに興味深い考え方で面白かったわね。さて、このようにいろいろな考え方があるパーフィットの分離脳だが、もしかしたら、人類は将来的に、この思考実験の答えを導き出す可能性があるかもしれない。なぜなら今後、テクノロジーの進歩によって、脳移植やクローン技術が確立する可能性が十分あるからな。確かに、中国ではクローンペットビジネスが急成長しているみたいだし、本当に近い将来、そんな未来が来るかもしれないわね。4. どちらかを犠牲にしなければならない思考実験、トロッコ問題。
四つ目に紹介するのは、トロッコ問題だぜ。これは1967年にイギリスの哲学者である、フィリッパ・フットが考案した思考実験で、人間の倫理観を浮き彫りにするなど、いろいろと考えさせられることが多いことから、現在でも世界中で議論されているんだぞ。このトロッコ問題って聞いたことはあるけど、内容は知らないのよね。一体、どういう内容の思考実験なのかしら？線路 A を走るトロッコが制御不能になり、このまま行けば線路 A にいる5人の作業員は、トロッコに惹かれてしまって命を落としてしまう。そんな時、あなたはトロッコの進路を線路 B に変えるレバーを発見する。このレバーを操作すれば、線路 A にいる5人の作業員は助かるが、線路 B にいる1人の作業員はトロッコに惹かれてしまい命を落としてしまう。さて、この場合あなたはどうする？という内容だぜ。ちなみに、この問題ではトロッコを何らかの方法で止めたり、作業員を避難させることは不可能みたいだぞ。それじゃあ、5人を助けるか、それとも1人を助けるかの2択ってことよね。難しいわねー。だけど、私だったらレバーを操作して5人を救うかもしれないわ。となると、霊夢は自分の意志で5人を救い、自分の意志で1人の命を奪うってことになるな。いやいやマリサ、私は別に自分の意志で1人の命を奪うって言ってないわよ。でも、結果的にはそうなるはずだぞ。ちょっと待って。あ、本当だ。でも何もしなかったら、5人の命が犠牲になってしまうのよね。そうだぜ。難しいわね。まあ、トロッコ問題は思考実験だから、どれが正解とかはないからな。しかし、トロッコ問題はどのような選択をしたのかによって、道徳観や価値観などが見えたり、哲学的な視点から分析できたりなど、かなり興味深い内容となっているんだぜ。哲学的ってどういうことかしら？例えば功利主義は、幸福の合計が最も大きくなるように行動すべきであるという哲学だが、このトロッコ問題を功利主義に従って考えてみると、レバーを引いて5人を救うという選択肢になるんだ。そうなると、私は功利主義に従った考え方だったみたいね。一方、レバーを引かない選択をした人は、結果よりもプロセスを重視する義務論に従った考え方で、結果はどうであれ、自らが手を下して命を奪うのは良くない、という気持ちが根底にはあると思うぜ。功利主義は1人よりも5人を救ったという結果が、義務論は結果よりもプロセスが道徳的であるか否かが重視されるのね。哲学とはまた違うが、他の選択肢としてその場から立ち去るという考え方もあるようだぞ。責任を問われるぐらいなら逃げるということね。ところで、この思考実験ってどのような選択が一番多かったのかしら？2011年12月5日にtime.com に投稿された記事の中で、トロッコ問題の実験結果が発表されたんだが、参加者147人中、133人が功利主義に従った選択をしたそうだぜ。やっぱり、私と同じ考えの人が多いのね。まあ、一人よりも5人を救う人が多いというのは、予想がつくことだと思うが、このトロッコ問題には派生型があって、条件が少し変わるだけでも答えが異なってくるんだぞ。いやいや、いくら条件を変更したとしても、功利主義に従った選択の方が多いに決まっているわよ。本当か？それじゃあ、少し条件を変えたバージョンを紹介していこうと思うぜ。まず、暴走したトロッコが作業員5人に迫ってくる点は変わらないが、あなたは橋の上でその光景を見ており、今回は進路を変更させるレバーがないとする。しかし、あなたの隣には太った男性がいて、この男性はかなりの大きさのため、線路に押し出せば確実に電車は停止し、5人の作業員の命は助かる。さて、あなたは5人の作業員を助けるために男性を押し出せるか？これは功利主義的な考え方の人でも、男性を押し出すのは躊躇しそうね。ちなみに、橋から押し出された男性は、トロッコに衝突したら命を落としてしまうのかしら？ああ、男性はトロッコと衝突した時点で命を落としてしまうぜ。5人の作業員を助けるには、男性を犠牲にしなければならないのね。多分、私がこの場面に直面したとしたら、何もできないと思うわ。だって、自らの手で人を殺めるなんてできないもの。レバーを操作して5人を助けるという人は多いが、このように太った男性を犠牲にして5人を助ける、という人は少ないと思う。一人を犠牲にするという点においては、最初のトロッコ問題と変わりはないが、男性を線路に押し出す、という直接的な加害行動があるため、たとえ結果は同じだったとしても、どうやら人間は罪悪感を感じてしまうようだな。数字上は犠牲者や助かる命は同じでも、直接的な加害行動はレバー操作以上に、罪悪感を感じると思うわ。他にも線路上に立っている一人を自分の母親や恋人に置き換えて考えてみたりなど、トロッコ問題は少し条件を変更するだけで、選択肢がガラッと変わるから興味深いんだぜ。
条件を少し変えるだけで、罪悪感を感じてしまったり、選択が変わるのは確かに面白いと思うわ。だけど、どの選択をしても犠牲者が出てしまうのは精神的にきついわね。ねえマリサ、何かいい方法はないのかしら？最近、B 作という方が SNS にトロッコ問題の新しい答えを投稿したそうなんだが、なんとこの答えが誰も命を落とさない平和的な結果だということで、世界中で話題となっているんだぜ。どんな方法だったの？すごく気になるわ。彼の答えは高度技術で全員救うというものなんだ。具体的に言うと、暴走トロッコの前輪が切り替えポイントに差し掛かったタイミングで素早くレバーを操作する、という高度な技術が必要であるが、このような高度な技術を行えさえすれば、前輪と後輪はそれぞれ別の線路に置かれ、6人全員が助かるんだぜ。これは確かに一番平和的な結果だと思うけど、仮に失敗したら大事故になってしまい、最悪、この場にいる全員が命を落とすかもしれないわね。そうなるな。それにこの方法には条件があって、トロッコの車軸が2本、車輪が4輪でないとダメらしいぞ。高度な技術が必要なだけならまだしも、トロッコの形状にも条件があるというのはダメね。現実的な方法とは言い切れないわ。まあ、あくまで思考実験だからな。そうよね。全員を救える第三の選択肢が発見されただけでも喜ばしいことよね。5. あなたは助ける義務はあるのか、ザ・バイオリニスト。最後に紹介するのはザ・バイオリニストで、命の責任に関する思考実験だぜ。それで内容は？ある朝、あなたは病院のベッドの上で目を覚まし、隣には有名なバイオリニストがあなたと輸血用の管で繋がれた状態で眠っている。あなたはこの状況に困惑するが、ある人があなたに次のように話す。隣で眠っている人は世界的なバイオリニストです。この方はある病気にかかっており、特別な条件を満たす血液型を9ヶ月間輸血しないと亡くなってしまいますが、奇跡的にあなたは世界で唯一、特別な条件を満たす血液型だったため、このようにあなたの許可なく、強引に輸血させていただいています。どうか薬が完成する9ヶ月間だけ、お力を貸していただけないでしょうか？さて、ここであなたが輸血を拒否した場合、バイオリニストは亡くなってしまうが、あなたはバイオリニストを助ける義務はあるのか？という内容だぜ。いやいや、強引に輸血しているから、助ける義務なんてないでしょ。ちなみに、この9ヶ月の輸血をしたら、いくらくらい報酬がもらえるのかしら？報酬はなく、善意でやるという条件だぜ。報酬なしなら本当に助ける必要なんてないと思うわ。9ヶ月間も時間を無駄にするなんて馬鹿らしいわよ。まあ、霊夢のように考える人がほとんどだろうな。しかし、この思考実験は実は、中絶問題を考えるために、アメリカの哲学者が定義したものなんだ。だから、バイオリニストを退治、あなたを望まない妊娠をした妊婦に置き換えて、もう一度考えてみてほしい。さて、妊婦は中絶する権利があると言えるのか？それとも、妊婦は出産をしなければならない義務があるのか？条件が変わるとまた違ってくるわ。かなり考えちゃうわね。ちなみに、この思考実験を定義したアメリカの哲学者はどのように答えているの？彼は自分の体を他人と共有することに同意しなければならない義務はないと答えたそうだ。つまり、意図しない妊娠だった場合は、妊婦に中絶する権利があるということだな。なるほどね。胎児の生存権よりも、妊婦の決定権が優先されるってことなのね。これは思考実験のため、答えは一つではないが、2017年の厚生労働省が発表した資料によると、日本では中絶により約17万人の胎児が亡くなっている。そのため、もう一度、この思考実験のことをいろいろな視点で考えることが、大切なのかもしれないな。ってことで、今回は、ゾッとする思考実験について解説したけど、どうだった？やっぱり、思考実験なだけあって、どれも頭を使うものばっかりだったわ。いろいろな考え方があるのが思考実験だから、それは仕方ないかもしれないぜ。全部面白かったけど、頭使いすぎたから少し仮眠を取るわね。おやすみなさい。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。